やっぱ使われるとね、今日は使わんとこうかなと思ってたんやけど、なんか使われると使いたくなるっていうね。当たらないとね、始まらないんでね。ちょっと待って、射撃を撃たせないと。天狗なめしが入っとるかな。しかも天気これやし、天狗なめしここなら大丈夫なんだよね。あれダメだった。何をやっているんだ俺は。ああ。嘘、なんかそんな、そういうそういう当たり方すんの、ついていけへんねんな。障害すぎてな。どうもね、当たらないんだよね。これぐらいしかできないんだよね、今のところ。あれ、今ジャストで下でガードしてきたの。やりてやん。あれぐらいのね、反応速度ね。反応したんか、もう予想か知らんけど、まあ、どっちでもいいな。とりあえずそれぐらいできたらいいな。結局やられるんや。とりあえずあっち行ってもらって、宣言させてもらって。長いことグレードしてくるな。さすがに困った。おお、あれ当たんないんだ。対空もできるよ。若干間を開けてみた。まさかそれが来るとはね。続かないんだ。お、なるほど、そういう続き方もあるんやな。ダメージあん時とあんま変わらんけど、面白いなそれ。とりあえず距離を空けて。おーおー、炸裂した。いいね、無理か、さすがに。あれ。ちょっと変なことしすぎて、ちょっと宣言させて、時間を作るんですよ。で攻めきれた。ダメか。え、どうやったの今の。バックステップでジャスト避けたのか。すごいね、なんかジャストやね。あれ、なるほど、攻撃がいちいち困るね。困ることは何。あれ、間に合わない。当たってないや。ああ、ダイヤモンド出したよ。まずいまずいまずい。怖い怖い怖い。続いた。まだあがく。ああ。炸裂しひんね、あれは。炸裂してくれたら嬉しいな。ここビームやね。大きい攻め。ダメなんだ今の。あれ、空振ったのに。よし、これで逃げさせてもらうよ。こういう天気の時はね、あれやな。おお、割れた。普通に食らっとるかな。まあ、打撃は普通に食らっちゃうからね。目くらましやな。普通に手前に来てるもんね。逆や。もう指より手前に来てるんやけど。うわ、ダイヤモンドダストでこれは痛い。あ、無理なんや、弾かれ。くっそ、間に合ってないし。さあ、あの人間禁制のね、道をされる前に蹴りをつけないとね。ダメだって。もう意志で浮き上がった瞬間にもう死を覚悟するしかないのか、あれは。
で、機能使ってない。アリサ使ったよね、絶対。あの、昨夜か。そう、昨夜。変にガードさせられた。まあ、よう後ろなんか今たまたまね後ろにねあの入力してたからねガードできたけどあれ食らうんや。まあ、基本ねあのガードし損ねガードし損ねっていうのがないようにねあの後ろに押してんねんけどまさかあんなとこでガードさせるんだな。はちょっと早まりすぎたな。ちょっとってかかなり。これじゃないかな。ちゃんとね強者も含めてもね。おお。4発目ガードして発動してダメだよ。刺さったな。やり返された。上行った時は大抵それで降りてくるよね。まあ、何かしらしたいだろうしね。上に行ったら。もうしまほうって。自分もね、かかっとくせに。ダメか。突っ込んでこない。これ分厚いんやな。やっぱりね、ルナダイヤルよりもストップウォッチのね、特性の。今日はね、これでね、2本目取ってみたよね。前回はね、なんとか勝つためにね、まあ、使わせてもらったけど、まあ余裕で勝つために、これを使って余裕で勝とうと思う。なんとかね、3ラウンド目で持ち越すためにね、使ったけど、そんな、今日は余裕を持って使いたいね。でもあのね、スペルカード食らったらそうもいかないんだよね。地上にいない限りは大丈夫なんだよね、あれ。こうも見事にね、行った瞬間に食らうっていうね。行った瞬間にね、もう、地上にいなければ大丈夫って言った瞬間にこれやな。困るね。お疲れやな、ほんと。ああ、食らうんや。ダメか射撃巻いてきたか。これ絶対端っこまで飛ばせるな。これ使ったらコンボいいね。なんか相手を端っこに追いやれるね。これはグレードできたからね、怖くないよ。 OK 続くね。無駄に続いてしまうね。これを巻いてこの射撃便利やね。あれ飲んでよ。なぜっていうかストップウォッチ消えちゃったやん、直線の。ダメかもう少し早く動き出してくれたらな。あそこで攻撃したら。嘘を食べましょうか。当たんないね。身近にコンボを終わらせようと。まあ、長いからね、コマチュも。よし、どんどんめくっていこう。上からも攻められないように。今のはなしかな。せっかくね、チャージしたのに。ガードしてきたし、あれ出してこへんかな、あのね。この全方向攻撃、この全方位攻撃強いよね。攻めてきてくれりゃいいんやけどね。あれはね、さっきみたいな第一戦目みたいな距離開けられるときついね。
次ラストかね。あー射撃が当たらないね。基本ねそういうのはねグリーズしていきたいね。え、なんか食らっちゃった今の。つま先にね当たったか。おお。まあちゃんと下には動いて、こんな風にね分かりやすかったらね、メイリンのね攻め方もなんか3段階攻撃でね、いきなりあれ割られるからね。まあ段階を踏んでるっちゃ踏んでんねんけどね。ここまで分かりやすいのはありそう。バンパイアクローみたいに。ファイアクローンもね早く打てばいいんやけどね。早く打てばなんやろ、メイリンのあのメイリンとかレーセンみたいなね、ああいう攻め方できんねんけど、射撃刺さらんかったら追撃できたのにな。いらん射撃を巻いてしまうね。ダメに落ちるけど、これは宣言させといてもらうよ。バンパイアキスは、まあ、いざという時の体力吸収、また割っちゃったし、射撃で消すのがね、消すつもりでいたんやけど、ダメか。そんなのこんな突っ込んでこない、この距離は大丈夫。あー射撃できた、怖いね。霊力がないんだよ。パチュリーも下から攻めてくるの、そいつは困るな。あー危な。強者か。ちょうどやめたみたいやな。このタイミング 今のジャストすぎるくないか。キリンのタイミング。どう考えても2発目キリンのおかげで当たらなかったやろあれ。あー今の反応間に合ってよかった。もうまた食らってたと思う、食らったかと思った。まあそれであん中にいといてはくれないよね。ダイヤモンド出すとかならのね、しっかりね待ってから突っ込まんとね。あれこれ下からの攻撃じゃないの。え嘘、そっち向いたまんまや、まずい。こっちが食らっちゃダメじゃないか。射撃巻いて抑え込められた。これ困るな。しかもめっちゃ食らうねんな、なんかダメージがでかすぎんねんな。なんか泡割れただけ。おお破裂し、間に合ってないし、ちょっと迷いがあった。食らっちゃった。それで降りてきて安全やな。下の足場の確保はできるね。それで、ね、おお危ない危ない。おお。どうしてもそれ刺さるよね。絶対ね石に何回かはねその強者ね刺さる。あー無理か、2回目は無理か、さすがに。これでダウンするか。向こうに行ってんのかな。そんなにそっち行くんやったら、あれあれ距離が離れすぎてるね。ちょっと密着しんとね、停電が始まる距離じゃないと。これやっぱり分かりやすすぎるよね。これならこっちでもガードできそう。ジャンプしてかわして、あれこれはもうあれヴァンパイアキスをするしかないんじゃないか。これもすかせちゃうの、しかも受け身できないし、あれもすかせちゃうの、思いっきり攻撃したのに。ダメだ、
あ、次ラストかな。昨日と同じやん、これじゃデッキ。どれやったかな。はい、楽やったと思う。昇天月は。さすがに昨日と同じじゃな。同じキャラを使う以上は。また昇天月と相性が良さそうなやつ来たな。早く昇天月来へんかな。今の刺さんの溜めてきたか。で3回目4回目。5回目無理か。割れたし、なんか知らんけど。あれフリーズしたかったんやけど、今あれ、これ昇天月じゃないぞ。敵間違えたな。覚えてなさすぎやな。何これ、独身。続いてないし。あ、ダメなんだ。ダッシュできないんだけど。お、なんか途中で止まったぞ。お、なんとかギリギリます。当たんないか。お、グレイズをやめたな。こういう分厚い弾幕、弾幕っていうかな、分厚いのいいよね、射撃。おし、これは続かんね。続かんか。ビームがね、ビームと射撃に注意やね。打ちない。起き上がれない。フリーズしてくるね。固まってた。ビームを打っても動けなかったって。ああ、また端っこいっちゃったよ。せっかく抜け出した勢い余って。怖っ。間に合わないね。あれは硬直あるよね、さすがに。長い硬直だ。間に合わない、ね、刺さったし。ちゃんとグレーズしきらへんね。そんなに分厚いわけでもないぞ、あれ。もうちょい組み立てたいよね。これまだ刺さんのじゃん。今度は刺さらへんか。横着してこんかったな。ダイヤモンド出すね。あー、飛ばれた。これはダウンする。ダメなんだ、今押したけどな。ちょっと直で当てたい。あー、これね、これがしたかったね、さっき。ただあれはちょっとやりすぎかな。あれはさすがにかからへんかな。溜めたらどうなるの、これ。どう変化してるのか分からないし。あー、ちょっと食らわんかったよ、OK。それも攻撃中だ、それも。あ、間に合ってないや、今の。間に合わなかったか。ガードしてきたか、さすがに。いや、ここは集中。
よし、弾き返して。どこでくんの？あれもできる。ああ。対戦ありがとうございました。お疲れ様です。